この甲州でも数人しかいない料理人の頂点、特級厨師なんだろ。どうしたんだよ、やぶから棒に。料理人だったら誰もが憧れるもんだろ。俺もなれるかな。そうだな。まず特級厨師試験は4年に一度開催されていて、国中から多くの受験者が挑戦しにやってくるんだけど、合格できるのはほんの一握りなんだ。試験会場に着いたらその場で課題を発表されてね。僕の時はあの時の魔王はすごかったわよね。マネゴ、特級厨師試験で魔王にはどんな料理を作ったの？それはね、黒心無双よ。黒心無双？それってどんな食べ物なんだ？それは次回のお楽しみ。